今年2024年のおすすめのチョコレートはショコラプチガトーです。毎年クリオロではこの8粒入りのセットを新商品として出しています。今年は箱もパッケージもちょっとリニューアルして袋も作りました。でこちらはクリオロ人気のケーキの味をチョコレートで再現したシリーズなんですが、今までにも2回このシリーズはやっておりまして、この写真のものは2017年に発売したプチガトーセットです。その時もクリオロの人気のケーキの味を再現したんですけど、今回出すチョコレートのセットとはまた違った構成で作っています。どんなチョコレートかと言いますと、クリオロの代表ケーキであるシェフが2009年に世界大会で優勝したケーキガイアとかニルバナを筆頭に8種類のケーキの味を再現しています。ガイアは例えばですね、キャラメルとバニラのケーキですごく人気のケーキなんですけども、これをチョコレートでもそのキャラメルとバニラを合わせて三角のチョコレートに仕上げました。ニルバナはブラックベリーとチョコレートを使ったケーキで、こちらも世界大会で優勝したケーキなんですけども、独特な華やかさが特徴のケーキです。こちらは2層にチョコレートの方にしていて、ブラックベリーのゼリーとブラックベリーティーのガナッシュでニルバナを再現しています。まるでチョコレートでなんですが、ケーキを食べてるかのような満足感を味わっていただくのがこちらのセットの特徴です。で次にご紹介するのは桜いちご。桜の咲く時期に限定で販売しているケーキで、クリオロはですね、中目黒にもお店がありまして、中目黒は桜の名所っていうこともあり、桜のケーキはいろんな種類を出しています。桜いちごのケーキは桜餅のような桜の塩漬けの葉っぱやお花を使って作っています。いちごと桜って相性抜群なんですけども、こちらも2層でチョコレートは再現していまして、桜とホワイトチョコレートのショート、いちごのガナッシュの2層になっています。次ご紹介するのはパッションココ。パッションココは夏限定のケーキで、こちらも2層で表現しています。白い部分はココナッツとクレームドココを使ってココナッツの味をしっかり出しているのと、もう一つの層はチョコレート色をしている層はパッションフルーツのガナッシュにしています。この酸味が特徴で、酸味とココナッツのバランスのいいチョコレートに仕上がっています。チャモとっても手が込んだケーキで、これもいつも売り切れになるぐらい出るときはですね、新茶が出るお茶の季節に出しているケーキなんですけど、ケーキと同じく西尾抹茶とユーズを使っています。こちらは1層なんですけども、本当に滑らかな口どけが特徴の茶、そしてこのクマの形をしているものですね、ヌヌースって言うんですけど、フランス語でヌヌースはクマのぬいぐるみという意味です。この模様はこのケーキと同じクマさんにしています。チョコレート尽くしのチョコレートケーキで、3種類のチョコレートを使ってカカオ本来の味を楽しんでいただけるチョコレートケーキなんですけども、チョコレートも同じくそれで使っている3種類のチョコレートを使って作っています。タルトイチゴ、こちらはイチゴのタルトを表現してるんですけども、クリオロのタルトは下のサクサク生地のところがしっかり焼いてあるのが特徴で、カチンとしたクッキー生地ではなくて、ふわっとちょっと口どけのいいサクサク感が特徴のタルトなんですが、季節によってフルーツを変えて販売しています。そちらのいちごのタルトを再現しました。いちごの味も加えてカリッとしたサクサク感、タルト生地のような食感を出しています。アーモンドのプラリネにアーモンドキャラメリゼと乾燥クレープを入れて食感をプラスしました。最後にご紹介するのはプラリネノワゼット。こちらはオープン時から販売しているケーキで、ドーム型の目を引くケーキとなっています。こちらのケーキはクリスマスケーキランキングで1位を取ったこともあるケーキなんですよ。
シフの代表ケーキの一つです。ヘーゼルナッツをキャラメリゼして作ったザクザク感を楽しめるチョコレートです。プライネの中にコーヒー豆もプラスして風味と食感を表現しています。